真っ赤なジャンパーを着込んだ3人の男たち。彼らは千葉県木更津発信のご当地ヒーロー法人やつるぎ、プロデューサー飯沢慎、営業本部長の河合義臣、そして総監督の富山雅之。ご当地ヒーローとは各地域の活性化を目的とし作り上げられたヒーローであり、その数は全国に700以上存在すると言われている。その中の一つが法人やつるぎである。今回チーム法人やつるぎが立ち上げようとしている日本ローカルヒーロー祭り開催までの道のりを追うことにしよう。すいません、この企画ですね、もうずっとうちも帰りまして、飯沢なんかと相談して、決めたんですけど、この10月12日っていう日付にこの日本全国のご当地ヒーローを集めるっていうことが非常に有意義だと思うし、日本で初めての試みになると思うんですね。はい、そうですね、まあ、何分、初めての、イベントということで、どれぐらい人がいらっしゃるのかっていうのがまず一つありまして、で、こちらの、今までやってたイベントでやっぱ花火イベントっていうのがありまして、やっぱり集客でやっぱり5000人が6000人、集まるわけなんですよ。で、その中で、それに匹敵する、もしかしたらそれ以上の、多分費用がかかると思うんで、果たしてそれを超える、集客っていうのは得ることができるのかなっていうのがまず一つ、懸念材としてありますね。やっぱ費用面も、さることながら、駐車場をこう大きく使ってこれだけの規模感でやるっていうと、なかなかクリアしなきゃいけない課題がたくさんあって、企画自体はすごく面白いと思うんですけれども、実現するのが非常に難しいんじゃないかなというのが正直な感想ですかね。第1回目の交渉は企画の魅力を感じてはもらったものの、やや不十分な結果となった。どうやら提示された課題は複数あり、チーム法人やつるぎに暗雲が立ち込める。これから彼らが活路を見出す打開策はあるのだろうか。10月12日日本ローカルヒーロー祭り第1回交渉から数日後、アクションショーに向かう車内で、ローカルヒーロー祭り開催の基本となる法人やつるぎが立ち上がった経緯をプロデューサーに聞いてみた。アクアライン、これを企画したのが2010年頃なんですけど、その頃ってちょうど、リーマンショックの後で、日本全体が景気悪くて、元気もなくて、で、これから少子化に向かっていくということで、日本全体が元気がない、大人たちが、元気がなければ当然それが子どもたちにも伝わっていくわけで、なんとかしたいなっていうのが一つありました。本当の意味で、子どもたちの目線に立った特撮ヒーロー、子どもたちに勇気と元気を与えられる特撮ヒーローを、作ってみようかなと思って、スタッフに話したところ、やりましょうということで、法人やつるぎの、プロジェクトがスタートしたと。本当に震災後に生まれた、ヒーローということで、本当の意味でのヒーローにならなきゃいけないんだっていう使命は感じて、使命感を持って、今現状、やってるところです。やつるぎを見て、子どもたちが初めて、震災の後笑顔になったよとかっていうことを、子どものお母さんに、言われた時には、本当にこの活動は、将来にわたって続けていかなきゃいけないなっていうのは感じましたね。10月12日日本ローカルヒーロー祭り、本当にこの活動は、将来にわたって続けていかなきゃいけないなっていうのは感じましたね。第1回目の交渉から約1ヶ月後の5月、この日行われるヒーローショーの稽古を始めたのは朝の8時前。あいにくの天候で事務所の一角を練習場として本番に備える役者たち、法人やつるぎ4の役者、そして自らアクションをこなす辻彩香に聞いてみた。そうですね、
まあ、朝早い時も遅い時もありますけど、まあ、1日みんなが集まれる時は集まって、もう演目の稽古を必ず毎回してます。まあもちろんアクションショーに見に来てくれてる皆さんが剣翔楽しかったなって、まあ、そう思ってくれるように、まあ、皆さんの心に残るような剣翔にしたいとみんな思ってるんで、毎回必ず 100% の力でとても素敵な演目できるようにみんなで練習してます。そうですね、まあみんな自分たちのできることは精一杯で、まあ誰のためにって言ったら、もうみんな子供のためにみんな精一杯やろうっていうのは常日頃みんなチーム内でもみんな言ってます。10月12日日本ローカルヒーロー祭り、ですね、まあうちらもそうなんですけど、ご当地ヒーローをやっている人たちって、まあ本業を持ちながら週末に、集まってやっているという方が、まあ、非常にやっているヒーローが多いんですよ。なのでまあ資金的にも物理的にも、非常に恵まれてない中で地域のために、頑張ってやってると。でまあ我々もそうなんですけども、まあご当地ヒーロー一つ一つだと非常にまあ力が弱いので、日本各地でね一生懸命に活動している、ヒーローたちを結集して、その思いを、まあ、一つにしたいと、これを機会に日本中のご当地ヒーローに集まってもらって、これだけ日本にこれだけのご当地ヒーローがいるよというのを、皆さんに分かってもらいたいという気持ちがあって今回、こういうお祭りをねやろうと思いました。10月12日日本ローカルヒーロー祭り。6月幾度となく通った場所、チーム法人やつるぎに合否が伝えられる。まあ、私どももですね、まあ、検討を重ねた結果なんですけども、ぜひやりましょうと。ありがとうございます。決めましたので、はい、はい、で、まあ、まあ、懸念材料は多々あるんですけども、まあ、一つちょっとここは、まあ、ご協力いただきたいんですが、はい、まあ、かなり大きな、まあ、イベントごとに多分な、まあ、なると思いますので、まあ、正直なところ、まあ、フェスティバルウォークソガ、あと TJ ソガ様だけではですね、やっぱりまだ不十分だと思いますので、やっぱり、まあ、地域の方々、まあ、関係者方々、まあ、巻き込んで、はい、まあ、いかないと多分、まあ、成立しない祭りだと思いますので、はい、ぜひそこはご尽力いただければなと思っております。お疲れ様です。長かったですねそうですね、都合を多分10回までいかないですけど8回ぐらいですかね。本当にありがたいことです。そうですね、本当に宿題が 山積みなのでもうきっちりと仕上げたいと思います。10月12日日本ローカルヒーロー祭り、ようやく開催決定にこぎつけることができた。果たしてご当地ヒーローの底力を見せつけることができるのであろうか。日本ローカルヒーロー祭り開催まであと22日。